はい、詐欺好きな元新潟地の西動画です。今回はチューハイですね。新登場極切れドライレモン 6%、アルコール度数 6%、サントリーですね、糖類ゼロ、極めた切れ、後口さっぱり。これは、うわ、やっぱ甘味料入ってんのか。しかもですね、賞味期限が切れております。2017年の、2月までとなってまして、これもね、忘れていた、チューハイでございます。シリーズ。忘れていたチューハイシリーズ。すっきり爽やかな酸味が特徴の甘さを抑えたレモン味。食事の油をさっぱりカットして、口の中さっぱり。後味切れる。その決め手は、ウーロン茶ポリフェノールだって。原材料名がスピリッツと焼酎とレモンと酸味料と香料とウーロン茶抽出物と甘味料カッコアセセルファム K とスクラロースと酸化防止剤カッコビタミン C と苦味料となっております。まあ、一回ぐらいは飲んだ方がいいでしょ、極切れって。まあ飲んだことないもんね、この極切れシリーズ。極切れシリーズね。まだ飲んだことないから、まあ、甘味料入ってるのを差し引いても、まあ、一回ぐらい飲んで、見て、あれと同じっしょ。朝日の、もぎたてだっけ？あれも甘味料入ってんだけどね。一回飲んでみないと、どういう味かっていうのがわかんない。まあ新しく出たやつは甘味料入ってても飲むという感覚でいきたいとは思います。じゃあ乾杯。でも、サントリーのマイナス196度シリーズとしてはストロングゼロドライレモンとか、ストロング、サントリーのストロングシリーズよりか全然マシだわ、こっちの方が。あ、まだ飲める。甘味料入ってんのはわかるんだけど。サントリーのストロングゼロドライレモンとかに比べると、相当マシですね。あれは本当にまずすぎて飲めないレベルだからね。これなんでこんなにこのストロングゼロのダブルレモンが売れてんのか全然わかんないんだけど。あ、まだ飲めるわ。まだ飲める。で、まあ、レモン、ほとんどあれですね。サントリーの、ストロングゼロのレモン味の、甘味料がマシになったバージョンですね。ですね、それ、マシです。食事に極切れ、甘くない。結構酸っぱいっちゃ酸っぱい。このドライレモン以外にもドライライムっていうのがあるみたいです。いや、結構うめえんじゃねえか？案外。いや、案外、これは、なんだろう。意外といける。このウーロン茶ポリフェノールのおかげかな。わからんけど。案外美味しい。甘味料入ってるのにもかかわらず。
意外とうまい。という感覚。まあ普通のレモン味のチューハイの方が全然うまいんですけどね。ただ、甘くないレモン味のチューハイっていう部類の中だと、なかなか割りかし美味しい。で、あ、この爽快ドライっていう味もあるみたいですね。俺これまだ飲んでなかったっけ？コクキレ。コクキレ。あ、ないですね。飲んでないか。爽快ドライ。なんか前飲んだような気もしないでもないんだけど。気のせいかな。いわゆる、無味みたいな。無味系のやつですね。うん。そんなに、甘味料の、甘さっていうのが、ないっていうか、よくわかんないんだけど。あれ？あれ？これちょっと矛盾が、ああ、矛盾が見えてしまった。だってさ、これ、甘くないことを売りにしてるわけでしょ？ドライレモンで、サイトにも甘くないって書いてあるから、それなのになんでこれ甘味料入ってんだろうな。わかんない。入れる必要あんの？って感じはするんですけどね。だって甘くないのを売りにしておきながら、なんで甘い甘味料を入れるのか。甘さを抑え、キリリと締まった心地よく爽やかな酸味。でも、割と美味しいな。かなり甘味料が少ないのか。俺の味覚がおかしいのか。いや、でもまあ、俺甘味料に対しての味覚だけはかなり優れてるけど、これはだいぶマシだわ。確かにほのかに甘味料の味はするんだけど、エグさっていうか後味みたいなやつね。いや、でも案外美味しい。まあ、もう買わないけど。まあ、もう買わないけど。だって買う意味がないんだもんな。ぶっちゃけて言うと。でもこれ珍しく、焼酎も入ってんだもんね。焼酎も入ってるのは珍しいっすね。まあ、これ買うんだったら普通に焼酎ハイボールレモンを買うっていう。アルコール度数も 6% だから、焼酎ハイボールドライがあれ 7% だっけ？ドライじゃねえ、レモンね。もしくは黒絞りとか本絞り系の味だね、これはね。ほんのり甘味料の甘みがあるんだけど、ほとんどレモンの酸味で、まあ消し去ってるかなーって感じ。うん。まあでも買う価値はないでしょうね。焼酎ハイボールの、まあ、ドライはまずくなったんで、もう買わないんですけど。そうそうそう。あれも買いたいね。アマゾンで売ってんだけど、焼酎ハイボール、ドライの、なんだっけ。俺欲しいものリスト追加したんだよ。焼酎ハイボールドライのね、
あれがあるんですよ。業務用5倍濃縮37度の、アルコール度数37度の4リッターのやつ。なんと値段が4536円という。高すぎね。コンクですね、いわゆるね。そう、俺関係ない話するけど、今日薬局寄ってったんですよ。薬局に行ったんですけど、そこで、ホワイトボールっていう、焼酎香類ですね。を発見いたしまして、値段が、税込みで1900円ぐらいだったかな。あれずっと飲みたかったんですよね。あ、やったーと思って、買おうかなと思ったんですけど、よくよく考えるとまだ4リッターの、焼酎の、大抜擢がまだ半分以上残ってるんで。今度買うか。という、感じっすね。高えな、にしても。その4リットルのさ、焼酎ハイボールのドライのコンク、買うのはいいとしても、買ってまずかったら4リットルどうするかって感じだよね。そこが問題なんだよな。だからあれだから、結局、まずかったらどうするっていう感じなんだよね。だから今のこの焼酎ハイボールのドライの味です。味だったらやばいんですよ。まずいんですよ。焼酎ハイボールのドライがまずくなっちゃったからね。でもどうしようかな。4000円でしょ?4リッターで4000円ってことは1リッター1000円ぐらいか。すっげえもったいねえ気がする。わからん。まあでも、うん。まあ今度買うかな?買わんかな?どうしようかな?どうしようかなって感じですね。コク。コクはそんなないでしょうな。コク、甘みもない。まあ、ほのかにあるか。香り、まあ、普通。買うかって言われると買わないけど、まあ別に飲めなくはないんで。まあ、三つ星ぐらいで。いいっすかね。2233です。ご視聴ありがとうございました。